さあやっていきましょう。つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレイし放題耐久レース。パート何番かとかもうわかんないんですよね。とりあえず次はソウルフルワールド。これなんか最新作らしいですね。もう最初ね、このキャラ出てきた時に、あ、ついにミスターポテトヘッドまで、つむつむ登場したんだと思ったんですけどね。どう見てもポテトヘッドじゃなくて、ポテトヘッドにしてはもうね、完全に溶かしすぎですからね、見た目はね。ということで、最新作ということらしいので、もうごめんなさいね。ストレートにてるか。誰？かっこいいな。ピアノ弾いてる。斜め。おー、すいません。誰なんて失礼なこと申し上げて、誰に失礼しました。めちゃめちゃいいじゃないですか。めっちゃ消すやん。え、SS サイズだったね。なんかね。SS サイズだったけど、ピアノ弾けば、そんなこと関係なく、めちゃ消してくれると。じゃん。あ、そうだな。次に限定かい。はい。ということで、どんどん攻撃していってね。はい、はい。で、あ、結構でもなんか今回、あれですね、上来てくれてます。これはあれですかね。セブンスアニバーサリーの効果ですかね。じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん。こんなね、ベラ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 喋ってる男でね、まあ、ね、年、2020年まではね、ずーっと毎日ね、顔出し続けてね、心理学のこととかね、脳科学のこととか、いじめのこととかね、毎日毎日ベラ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 喋ってたんですけれども、最近はね、もう顔も出さなくなってね、マインドミニスターってね、マインドマップを使ってですね、毎日、心理学の動画とかね、上げさせてもらってるし、今、ハーバード心理学の動画とか上げさせてもらってますけど、こんななりしてね、皆さんもね、顔またね、見てもらえたらと思うんですけど、最後にね、チャンネル登録よろしくねって言ってる動画、あれもね、多分ね、ここで言っちゃまずいんでしょうけど、去年のね、夏くらいに撮ってるやつですからね、だからもう、半年以上前の僕なんですよ。で、そんな中でね、あんななりをしてますけれども、実はね、僕ね、もう今は弾けないかもしれないですけど、ピアノをやってたっていうね、何の話だよってね。ピアノ弾いてね、トルコ行進曲とかね、パイレーツ・オブ・カリビアとかね、そういうの弾いたりとかしてましたけどね、ジュラシック・パークとかね、映画音楽がめっちゃ好きだったんでね、あと地味にゼルダの伝説、時のオカリナ系のやつとかね、毎日弾いたりしてね、指のトレーニングとかしてましたわ。という、まあ、ピアノつながりで、ちょっとお話しさせてもらいました。ということでね、以上とさせていただきます。次でクリアできるかな、ミッション。よし！じゃあやっちゃいましょう。お疲れした。さよなら、バイバイ。